はい、こんにちは、大衆です。今日は何日目何日目かな、31、2、3、4、5、6、7日目ですね。7日目、ホンダカーズの旅7日目を迎えております。時刻はですね、お昼の1時51分になりますね。はい、なんかね、今日は多分もうずっと車の中かお店かどっちかなので、ちょっと景色をご覧に入れたりとかは難しいと思うんです。まあ、というのもね、だんだんスケジュールがタイトになってきて、目標を200店舗にしているの で、今ね116店舗、次117店舗目なんですね。残りの日程考えるとだいぶちょっと厳しくなってきたので、でもその目標はやっぱり達成しないと達成感がね全然違うので、そこはなんとかね、したいなと思ってて、かといってね、あんまりこう車の運転のその荒さに影響しても嫌だから、なのでまあお昼ご飯をお店に入って食べたりだとか、ちょっとそういうところはちょっとなしにして、できるだけね1店舗でも多く出会いを求めて、行きたいなと思って今運転しているところですね。で、宮崎県がもうすぐ終わるんですね。今看板にも見えてますけど、志布志町と鹿屋、はい、これどちらも確か鹿児島だと思いますので、はい、もうちょっとでね県境に、来ると思いますので、次がホンダカーズ志布志店ということで、鹿児島の1店舗目になりますね。なんかこの旅を続けてると毎日のように皆様がお話しされる言葉が変わるので、なんかまあその地方のねそれぞれの言葉になっていくから、特にこう今宮崎にいたでしょ、で次鹿児島じゃないですか、その1店舗の移動の間にね、本当にその宮崎の人と鹿児島の志布志の方がそれぞれの地元の人だったとすると、なんか全く違うんですよ、イントネーションとかがだからちょっとそういうのですごいびっくりしたりして、まあ、それがちょっと面白かったり楽しかったりするんですけど、どこがね鹿児島なのかな。すごい、なんか赤い花って書いて赤花っていう地名がありますね、沿岸部にね。今海沿い走ってるんだ。あ、そうかそうか、こっち側が海なんですよね。あ、すごいすごいすごい砂浜ですよこれ。見える？一瞬見えた？すごかった。鹿児島にね入るところまでお伝えできればって思ってたんですけど、まだちょっと先なのかな。路面凍結注意、そう、もうそんな季節になってきましたね。やっぱりこっちの方も凍結はするんでしょうね。結構夜はだいぶ寒いですよ、こっちもね。一桁だったり、四国の方が寒かったかな。やっぱり南に来てる分、四国と比べると寒さは少しマシかな。船でねフェリーに移動する、朝まだ明るくなる前、当たり前ですけどめっちゃ寒かったですね。で船のね上からも撮影しましたけど、あれ寒かったね日の出が見れたのは本当嬉しかったですね。でもね、次の目的地までが、17分になってますね。まあ、このまま回して、県境ぐらいまではご一緒しましょうかね。今日あとね何店舗行けるか、鹿児島市内までたどり着ければいいなと思ってます。まあ、そこのねホテル探してそこで滞在できればって感じですかね。青森県の時もそうだったんですけど、まあなんだろう、青森県ひっくり返したら鹿児島県の形と少し似てたりするのかな。その形がね、その、角が生えているというか、両極の部分があるじゃないですか、湾を中心にね。そうするとね、やっぱりどこのお店に行こうかっていうところがすごく悩んでしまう感
じですね。まあ、なんだろう、東京の路線図ってね、電車も一つの目的地行くのにもどの路線使って行こうかとか悩むじゃないですか。もう毎日それで悩んでますね、本当にね。うん、あ、海ですね、すごいな。これ外せばいいのか、よいしょ。海ですね、すごい綺麗じゃないですか。ですね、海がね、とても美しいと思います。綺麗だね。トンネル抜ける瞬間とか景色変わってていいですよね。すごいな、めっちゃ景色いいな。これはこういう感じにしとけばいいか。までは行かないにしても、やっぱりちょっと南の方の土地なんだなっていうのがこう見て取れる感じですね。ちょうど映ってますね、カメラにね。あ、カメラの角度変えるだけでも全然違いますね。あ、綺麗だね。今回もね、本当に天気に恵まれてますね。動画は多分これで終わりになっちゃうと思いますので、はい、皆さんもいかがお過ごしでしょうか、ね、遠く離れた場所にいるとよりみんな何してるかなっていう思いになりますね。まあ、いろんなこう今回の旅はですね、まあ、こんなに長く海外旅行より長く全然こう外に出てるので、やっぱりこう感じるところとか、まあ、思うところとか全然今までに感じたことのない感情だったり、まあ、考えだったりっていう風にもたどり着いたりしているので、まあ有意義ですね。まあ、とにかく有意義な感じですね。はい。まあ、私は元気ですので、まあ、皆さんも引き続き元気で頑張っていただければと思います。じゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。こんにちは、谷秀です。ちょっと急遽カメラを回してます。景色があまりにも美しかったので、今はねこちらに来ています。こちらです。はい、わかりますでしょうか。桜島ですね。はい、鹿児島県に入りました。今回のねホンダカーズの旅では最南端の県になりますね。すごい綺麗じゃないですか。ズームしてみましょうか。はい、桜島です。めちゃくちゃ綺麗ですね。
海も穏やかです。いやー、ほんと景色楽しんでるな今回は。よいしょ、すごい。でね、水も本当に綺麗なんですよ。わかるかな、ちょっと見てみて。ほら、どうですか、ほら下見えるでしょ、石が。わかります、水の下に石が見えますよね。ほらめっちゃ綺麗ね。多分あの辺で何か養殖をしているのかな。うん、すごい。こうね、道路が本当に海沿いの道路でね、気持ちよく走ってきたら、ちょうどパーキングがあったので、止めさせてもらっています。すごいよね、マジで。マジでとか言っちゃったよ。はい、ということで、鹿児島県は桜島をご覧いただきました。桜島からこう空を見て終わりますか、じゃーん。バイバイ。